れ様です。今回も皆さんと一緒に動画を通じて渓流を探索できたらと思っております。今回チャレンジする場所は再び神川の方にやってまいりました。今回はちょっと私は知らなかったんですけど、やけに人がいっぱいいるなぁなんて思って来てみたら、公開放流日だったそうで、かなり下流域の場所には人がたくさんいました。前回ね、イワナが来るっていう動画でイワナを釣った場所もかなり人がいたんで、ちょっとそこは釣りができないので、ちょっとその先の上流部、まあちょっと見て分かっちゃうんですけど、市内側になってしまうんで、ちょっとイワナとかはいないのかなーなんて思いながら、まあ他のね、釣りされてる方がいなかったんで、ちょっと散策がてら、まあ今日自体がちょっと短時間しかできないもんで、まあちょっと釣りの雰囲気ができたらなー、まあちょっとイワナでも顔を出してくれたらなーぐらいな感覚で来てみました。今回のルアーは、前回同様で、ミューのフォレスト、4.25g、ヤマメカラーをちょっと使っていきたいなと思ってます。やっぱりね、価格的にミノに比べて安いんで、どうしてもね、最近、スプーンばかり使ってるので、次回の動画はね、きちんとミノとかね、使っていきたいなと思っております。それでは引き続き、ご視聴お願いいたします。ああ、やる気のあったのがいるね。いるいるいるね。追っかけてきた。そう、やる気あるね。釣れるかな。ここにいるね。先ほどのね、イワナなんですけどね、本当に足元の目の前まで追ってきてくれました。結構ね、スプーン気になっててね、ずっと真下泳いでくれてたんですけど、ちょっと誘い方がね、私それ以降ちょっと分かんないもんで、もしね、教えてくれる方いたらありがたいなと思います。で、続いてね、いい場所、ちょっと見つけたんで、探っていきます。なんかいそうですよね。いるんじゃないかなと思って、結構勝手な勘ですけど、探ってます。ね、この後、実際、釣れちゃったんでね、ちょっともうちょっとご視聴 していただけると嬉しいなと思います。いよいよ、その瞬間です。くそ。くた。ゴルフショップ。くた。ゴルフショップ。くた。やったね。
小さいけど言わなきゃ。それではね、今釣れた場所を再度見ていこうかなと思います。結構ね、流れが緩やかな場所でした。少し深みもあってね、ちょうど木がね、川を塞いでいましてね、緩やかな流れを作ってくれてるんで、そういったところにイワナ住みやすい環境なのかなと思いました。ちょっとね、狙った通り魚出てきてくれて嬉しいです。今回の釣り方は、トゥイッチング中心にやってみました。まあ、なかなかうまくできてるかちょっとわかんないんですけど、ね、リズミカルなアクションがイワナにとっていいイメージにつながって、バイトをしてきてくれたのかなと思います。次もね、ちょっとトゥイッチングやって魚かけた瞬間になりますんで、ちょっと見てほしいなと思います。くたくたくた、あーバレた、くたくたくた、あーバレた、バレた。いるね。あーバレた。くそ。やる気あるね。もうさすがに2回もフッキングして外れたらダメだろうな。いやー、ここ今日は今までの渓流の中で一番楽しんでますね。さすがにね、2回もねバラしちゃったんで言わなく帰っちゃいましたね。すいません、相変わらずのド素人ぶりです。まあ、今回の渓流を通じてね、感じたことは、だんだん暖かくなってきて、渓流でのイワナとかヤマメとか、活性がね、徐々に上がっていくのかなっていうのが感じ取れました。私自体はね、去年の今頃はまだね、渓流やってなかったんで、どれくらいね、上がって活性がね高まってくるのかちょっとわかんないんですけど、でもね、こうやってバイトしてきてくれる、そういう環境になりつつあるのかなっていうのは、渓流を通じてね、毎日1回学んでいくような感覚ですよね。まあ、慣れた場所もねそうなんですけど、知らない場所をね散策すると非常にね、冒険心をかきたてられると言いますかね、非常にワクワクしながらやってますね。まあ、危険もあるんでね、必ずね、一人がいいかっていうとそうでもない場合もあるので、まあ、一人で行く場所はちょっとね、本来であれば慣れたところがいいと思うんですよ。ただね、なかなかね、行商で時間帯合う方がねいらっしゃらない。どうしても一人でね、新しいところ開拓になります。もしね、一度ぜひね、こんなド素人でもよろしければご一緒したいよっていう方いましたらね、コメント残していただければ、可能な限りね、都合つけたいななんて思ってますので、ぜひね、逆に渓流釣り教えてください。基本的にね、海ばっかりやってた人間なんで、これね、細かいねアクションをしながら、狙ったピンポイントのね、ピンポイントの場所にね、狙っていくなんてことがなかなか難しくてね、正しい釣り方なのかどうかっていうのもね、いまいちよく分かってないもんで、
ぜひね、いろいろ教えていただける方がね、いらっしゃると嬉しいなと思います。それではね、今回はこれで終了したいと思います。次回もよろしくお願いします。最後が寝掛かりで申し訳ございません。